それに伴いまして、インターネット上のですね、トラブル、これも非常に多くなってございます。
まあ、当然ですね、我々警察におきましてもインターネット空間を悪用した犯罪、まあ、これの取り締まりにですね、全力を尽くしてございますけれども、やはり非常に広いインターネット空間でございますので、まあ、トラブルに遭わないためには皆様お一人お一人にですね、気をつけていただきたいこと、まあ、これを知っていただきまして、まあ、そしてそれをですね、皆様だけでなくご家族の方、そして周囲の方々にですね、お知らせいただいて、社会全体として防犯意識を高めていく、まあ、こういったことが不可欠だというふうに認識してございます。本日のキャンペーンではですね、受賞者の皆様がですね、しっかり作っていただきました、受賞作品の展示ですとか、まあ、あるいは、県警の音楽隊の演奏ですとか、まあ、あるいはですね、ボランティアの方々による寸劇、まあ、こういったものにですね、ご乗せまして我々がお伝えしたいこと、それを伝えていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでご参加いただければと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、この後も楽しいショータイムの準備も進んでいるところではございますが、その前に少しお時間を頂戴いたします。第18回 IPA 広げよう情報モラルセキュリティコンクール2022に素敵な作品を応募していただいた皆様への表彰です。 IPA という名前は耳なじみのない方もいらっしゃるかもしれませんが、正式名称を独立行政法人情報処理推進機構と申します。企業のセキュリティ研修などでも今日3文字だけしか書き留めることができないのであれば IPA とだけ書いて帰ってくださいと説明されるほどです。個人から企業までさまざまな立場の方が安全安心にインターネットを利用するための情報発信やアドバイス、相談なども行っている機関ですので、この機会に皆さんもぜひ覚えて帰ってください。先ほど申し上げましたコンクールは情報セキュリティ、情報モラルの意識を高めることを目的として、全国の小中高生から標語、ポスター、4コマ漫画作品を募集したものです。本日は受賞者のうち全国賞の IPA の優秀賞1名、各協力団体の優秀賞5名、そして兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課長賞の1名にお越しいただいております。受賞者の皆様はステージ上へお進みください。それではサイバー犯罪対策課長賞の授与を行います。小川サイバー犯罪対策課長、お願いいたします。兵庫県立姫路工業高等学校、吉田鈴芽さんです。それでは優秀賞ポスター部門、兵庫県立姫路工業高等学校、吉田鈴芽と、あなたは第18回 IPA 広げよう情報モラルセキュリティコンクール2022において優秀な作品を創作されました。よってこれを称え、これに国に称します。令和4年12月16日、兵庫県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課長、警視小川正道。続きまして全国賞の授与を行います。全国賞の授与は IPA の奥田美幸様にお願いいたします。
神戸学院大学附属高等学校森岡康香さんです。
合図にしたいなと思っております。緊張しちゃうねリラックスしてください。素敵な笑顔、もう一度のカメラに見ててください。
Thank you.
オーバーザレインボーブラスロックを演奏しました。さて、続いての曲は特殊詐欺について兵庫県警察が作った啓発ソングを演奏しましょう。オレオレ詐欺や還付金詐欺、また架空料金請求詐欺など、最近では皆さんもよく耳にする言葉かもしれません。しかし、どういった手口の詐欺なのかというところまでは知らない方も多いのではないでしょうか。この曲では水田寺清子さんのヒット曲365分のマーチに合わせ、さまざまな詐欺の手口や防犯ポイントを紹介した歌となっています。お配りしております歌詞カードをよろしければご準備ください。本日は兵庫県内で多くの被害が出ている還付金詐欺と架空料金請求詐欺を歌った4番6番、また日常生活の中でこれは詐欺かもしれないと思った時に覚えてほしいことを歌った10番を演奏します。新型コロナウイルス感染防止対策のため、本日は手拍子の上で参加をお願いします。それでは演奏しましょう。詐欺犯にワンツーパンチ、歌って泣くそう詐欺被害です。どうぞ。私は大丈夫と思っている方、要注意です。還付金、お金を準備してなど電話でお金の話になったらそれは詐欺です。すぐに電話を切って家族や知人、警察に相談してください。歌詞の内容は全て実際にあった詐欺の手口ですので、その歌詞カードをご自宅にお持ち帰りいただいて、ご家族やご友人の方にも教えてあげてくださいね。詐欺犯にワンツーパンチ、歌って泣くそう詐欺被害を演奏しました。さて、続いての曲は人気テレビアニメポケットモンスターの初代オープニングテーマ曲を
を演奏しましょう。ポケモンはアニメだけでなく、ゲームやキャラクターグッズなども大人気ですよね。それではお聴きください。目指せポケモンマスターです。どうぞ。次は2人組の音楽ユニット YOASOBI の群青を
奏しましょう。それではどうぞ。Thank you.
お楽しみいただきました兵庫県ふるさと音楽隊の演奏は次で最後の曲となりました。最後はカラーカブサイポップスのポンポンを使った華やかな演技でお別れしましょう。曲は人気アイドルユニット関ジャニ∞のシングル曲がむしゃら行進曲と行進曲怒りをあげての2曲です。それではどうぞ。
本日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しい演奏とともにいろんなことを教えていただきました。音楽家の皆さん、ありがとうございます。この後はボランティアの場合